それではですね、平成29年、論文式本試験管理会計論の公表および解説を始めていきたいと思います。担当はレックス専任講師二宮です。どうぞよろしくお願いします。はい。えー、まずは皆さん、本試験お疲れ様でした。まあ、今回の本試験についてですね、管理会計論、簡単に振り返っていきたいと思います。ちょっと画面を切り替えたいと思いますが、まあ、こちらですね、簡単に今回の本試験についてですね、 ま,あ文面でまとめてありますでますず皆さんにね気になされている方多いかと思いますけれども、まあ、全体の目標点数っていうのを初めにお話しさせていただきますと目標点数としてはこれ管理会計単体で素点でまあ48点、まあ、取れていればまあ十分かなというふうにまあ現時点では予想をしています、まあ、50点弱ですねでこのまあ数字の根拠なんですけれども 昨年度っていうところを振り返ってみると昨年度はですね、まあ、目標点数合格ラインっていうところが45点程度だったんですねで昨年度の試験よりも全体としてはほんの少し難易度は下がったのかなというふうに思いますので、まあ、プラス3点乗せて48点っていうのをまあ合格ラインとして提示してありますで具体的にはですね第1問のこの原価計算分野からの取材になりますけれども 分音別計算と標準原価計算っていうのが問われていましたね。まあ、こちらはもう計算についてはですね、まあ、日照簿記2級レベルの計算と見ることもできますので、まあ、非常に計算は簡単だったと。で理論に関してもですね典型度の高いものっていうのが出題されているので、まあ、かなり高い精度での回答っていうのが要求される問題だったと見ることができます。 また後ほどね各問題について振り返っていきたいと思いますが、まあ、第1問全体の難易度っていうのは相当低下したと見ることができますねで他方第2問についてはこれはまあ昨年度と比べてみてまたそれ以前の試験と比べてみてもですね難易度は高い方なのかなと、まあ、設備投資の経済性計算あとまあ移転価格について問われているわけですけれども、まあ、こちらについてはどちらもですねなかなか 高い点数を取るのは簡単ではないというところで、まあ、第2問はは相当目標点数は低くなるかと思います、まあ、従いまして昨年度と比べてみて第1問が大きく、まあ、その優しくなったで第2問というのは、まあ、結構難化しているというところで、まあ、トータルで見ればね、全体としては少し簡単になったと見ることはできるので、まあ、48点というのを、まあ、1つの、ね、目安に考えていただければなと。で、 各問題ですね振り返っていきたいと思うんですけれどもまずまあ第1問ですね第1問問題1まあ部門別計算においてこの補助部門費の配布というところをテーマとした問題ですね補助部門費の配布計算ですね、まあ、責任会計上の議論っていうのをテーマにしているわけですけれどもこの問題1は本当にシンプルな問題になりますね もう計算自体はテキストの節例レベルということになりますので、まあできればね、感動してほしいと。これがまあ普段の当連であればね、絶対に感動してくださいというところではあるんですけれども、ただまあやはりその本試験っていうね、その緊張感もありますし、焦りとか不安なね、その気持ちっていうところがその回答能力っていうのを鈍らせることも考えられますので、まあそういったところも勘案すると、 まあこの第1問問題1では、まあ、18点というところが、まあ、目標点数になってくると思ってください。点まあ、計算で1問ないし2問ですね、まあ、ミスをしたとして、まあ、10点9点という点数になってくるかと思いますけれども残り理論で点数9点取ってもらって、まあ、18点という点数になってきます。はい でこれ具体的な配点の付け方なんですけれども理論については1行1点で換算してありますで理論を1行1点で換算して残った点数計算に振ってるっていう配点の付け方になっていますので、まあ、ちょうどそういうふうにつければですね、まあ、理論計算っていうのが1対1の割合になります第1問っていうのは計算が25点理論が25点第2問も計算が25点理論25点になっていますので、まあ、計算理論で50点50点振られてるのかなと 思われますので皆さんも自己採点される方はですね、まあ、そういった点数でまあ自己採点していただくといいのかなと。で今度第1問問題2っていうところを見ていくとこちら標準原価計算の問題になりますけれども、まあ、こちらも計算は非常に簡単ですね。ふ、まあ、普段の当連であればこちらも満点取ってほしいところではありますが。 ただ意外と仕掛かり品勘定の作成ですね問いの2番については、まあ、間違える方もいるのかなと、まあ、後ほどね見ていきたいと思いますけれどもあの、まあ、生産データですね与えられているわけですけどこれまあ実材料に対してですね 今回、まあ、製造間接費に関する仕掛かり品勘定の数値の穴埋めが問われているわけですが、実在量にこの製造間接費に関する原価標準っていうところを乗じてですね、まあ、数値を計算してしまうっていうミスが、まあ、起こるのかなというところで、まあ、少なくともですね、まあ、合格者全員が全員、ここは計算満点取ってくるっていうところではないかなと思われますので、 多少ミスってね後悔されてる方もいるかもしれないんですけどもそこはもうね、えー、不安に思わずにそんなにみんながみんな満点取るものではないんだと思ってください。で理論に関してはですねこちらはこの問いの4番の括弧さん原価計算制度っていうのがどういった計算秩序であるのかっていうですね、まあ、こちら完全にもう原価計算基準からの出題っていうことで まあ純粋なその論文受験生の方ですね担当を直近の試験受けてきてない方にとってはですねここは少し答えづらかったのかなと思いますあまりその原価計算基準の対策っていうのを論文の時にねがっつりやってる受験生の方いらっしゃらないかとは思いますので、まあ、問いの4番カッコ3っていうところに関してはこちらはまあできなくても問題ないと思ってください、まあ、他のところで、まあ、しっかり点数が取れれば十分ですね したがいましてまあこの問題2っていうところでは15点程度っていうのがまあこの合格ラインになってくるかと思われますでトータルで見れば第1問は33点ってことになりますね33点6割強っていうところがまあ目標点数ですね第1問ので今度第2問に関してはまあこちら問題1ですね設備投資の経済性計算ですけれどもまあ落ち着いて解けばですね まあ回答することもできるとは思うんですけどもこれまあ本試験で出されるとなかなかあのうまくね計算の数値合わ,せる合わせるのは難しいのかなと思います、まあ、どこを取ってもね相当計算の数値合わせるのは難しいと思いますねでこれまあ問いの1ですねここの計算がうまくできずに諦めてしまった方もいるかもしれないんですが これ問いの1が仮に間違えていたとしてもこれ問いの2番っていうところはまたね別の問題ってことになってきますので、まあ、問いの2番の方がどちらかというと回答がしやすいようには思いますねはいだからまあ問いの1の出来を気にせずにですね問いの2番に進めた方は、まあ、この問いの2番のね数値はどこかしら合わせることができているのかなと思いますね、まあ、特に最後の まあ、キャッシュフローですね。各期のキャッシュフローを答えるという問題に関しては、こちらはね、回答を十分にすることができるのかなというところで、まあ、諦めた方は少しもったいないことをしたと、まあ、そう思いますね。ただ、そうは言っても、まあ、何かしら計算でね、点数が 1>, まああのー、1問でも、まあ、ないし2問でもです、ね、点数が取れていれば、まあ、十分かと思いますのであとはまあ理論で、まあ、多少ね部分点を取っていくとかあるいはまあこれは選択肢を選ぶような問題もありましたので、まあ、そこで,です、ね、点数を取っていくっていう形で何かしらの形で、まあ、7点ぐらい取っていただければ十分かなというふうには思います。 まあかなりここは目標点数は低くなってきますけども相当出来は皆さん悪いと思いますだからもう最悪問題1についてはこれまあ0点でもねここをもう初めから切ってしまってそれよりはこの第1問のねミスを防ぐとかあるいはこちらの問題2の方のね、まあ、計算に時間を使ってあげるっていう方が、まあ、受験戦略上はね望ましかったのかなとで このまあ第2問問題については、まあ、内部振り替学、科、ま、学、あ、移転科学っていうところが、まあ、テーマとして取り上げられているわけですけれども、まあ、移転科学についてもね落ち着いて考えていけばね特に難しくはないんですけれどもただこちらも最後の問題になりますんでまあ通常ね皆さん前から順番に解いていく方が圧倒的に多いでしょうから、まあ、最後の問題ということで意外とまあ最後は手つかずで終わってしまったという方が多いようには思われますね。 でまた内部振り替え格学に関しましても、まあ、こちらもですね意外と点数が取れないのかなと。これが問題集の問題とかであればですね皆さん落ち着いて、まあ、十分ねこの内部振り替え格学に関する計算については感動することができるのかと思いますけどもやはりまあ本試験問題、まあ、解きづらいってところがありますので。 まあみんながみんなね、内部振り替え価格合わせてくるとは限らないですね。ただこれ、問いの1番の内部振り替え価格合わないと、次の問いの2番とかも合わせることはできないので、もう本当に壊滅することになりますからね、問いの1はなんとか取ってほしいかなというところではあります。問いの1、問いの2っていうところはできてほしいかなと。で、も問いの3以降っていうところは、もうそんなに計算については出来を気にする必要性はないので、問いの1、問いの2が取れて、あとは理論でね、点数が多少取れれば、 この8点っていうね目標点数達成できるかと思いますのでまあ8点ぐらい取れていれば本当に十分ですね。従いまして第2問はトータル15点っていうところが、まあ、合格ラインになってくると考えられますので、まあ、第1問33点第2問15点合計48点っていう試算になります。はい まあ現時点で、まあ、本当にご自身の出来についてですね、まあ、不安に思われている方はもう50点程度取れているかどうかっていうので一つご確認いただくとよろしいかなと、まあ、50点以上取れていればですね基本的にはもうこの管理会計論単体で見た時には、まあ、足を引っ張ることはないかと思われますので、まあ、そこはあのご安心いただいて大丈夫かと思われますはい、まあ、以上がですね、まあ、この今回の本試験の公表となりますので まここから先はですね、えー、今回の本試験の解説について、まあ、行いたいと思いますが、また詳しい解説についてはですね、解説冊子っていうのをまあ現在作っていますので、まあ、そちらをね、また後ほどまあご確認いただくといいのかなと思います。で、もう今すぐね、復習したい方とか、あの問題どういうふうに解けばよかったのかというふうに気になっている方だけですね、続きは見ていただければよろしいかと思います。で まずまあ第1問問題1なんですけども、まあ、こちらのもう計算については特に解説は行いませんもうほぼ引っかかる要素がないところですからね、まあ、順番に素直にやっていただければよかったとでこの問題1の問いの3番ですねこちらちょっと確認しておきたいと思うんですが 問題1の問いの3番については、これ、問いの2の結果について責任会計の観点からその問題点を指摘しなさいってことで、これ問いの2番っていうのは単一基準で、なおかつ実際配布をしていると。単一基準で実際配布をしている。この単一基準実際配布の問題を答えるっていうまあことになるんですけど、ただこれ続き問いの4番っていうところがあって、 これまあ、当工場ではですね問いの3の問題点に対応するため単一基準から複数基準に変更することにしたっていうふうに言っていてこれまあ問いの3番においてですね単一基準の問題と実際配布の問題っていうのを2つ書いた方がもしかしたらいるかもしれないんですけども、まあ、回答の行数的にちょっと書きづらいとは思いますけれどもただ中にはいらっしゃると思うんですねなんとか詰めてね。 ただこれ流れがあって、問いの4番で今見た通り、単一からまあこの複数へ切り替えるっていう話がありますから、この問いの3番は特に実際配布の問題点っていうのを答える必要性はなくて、純粋に単一基準の問題点だけを回答してあげればよかったと。問いの3番で単一基準の問題点を指摘して、その問題を解消するための手段として複数基準配布を採用したと。 で複数基準配布法を採用するとどのような点で優れているのかとちょっとまあこの問い方がね少し慣れないのかなというところなんですけど複数基準配布法が優れている点っていうのはあまりこういう問われ方することがないと思うんですよただこれも表現をね置き換えてあげればいいだけで複数基準配布法の趣旨を答えればいいだけですから 複数基準配布法っていうのをなぜ採用するのかっていうのを普段通り回答してあげればいいだけですのでまあ典型論点ってことになりますねこちらはねただまあこの手の問題は本当に流れが重要ですからね補助部門費の配布方法っていうのをまあいろんなパターンでやらせてこの問題はどういう問題があるこちらの問題はどういう問題があるっていうね、まあ、そういった比較をさせているわけですから まあ流れに沿って回答していかないといけないですね。で、次の、こちらについても、問いの7番ですね。まあ、問い6の結果について、責任会計の観点からその問題点を指摘しなさいっていうことで、まあ、今回問いの6番では複数基準で実際配布をやってるんです。で、複数基準で実際配布の何が問題かっていうと、これ実際配布やってるわけですからね。まあ、実際配布をすることによる問題点っていうのを指摘してあげればよかったと。 補助部門における、まあ、原価管理活動の量費の影響っていうのが配布額の中に混入するっていうことを、まあ、書いていただければよかったと。でまた問いの8番ですね問いの8番、まあ、この実際配布の問題点を解消するために予定配布をするというところで、まあ、予定配布の利点を述べなさいと。 まあこちら問いの七番、問いの八番っていうところはもう典型論点になりますね。はい。で、最後。問いの十番っていうところですね。問いの十番。まあ問いの十番に関しましては、これも補助部門費のね、この責任会計上の、えー。補助部門費の配布に関する責任会計上の議論っていうのがちゃんと頭の中で整理できている方はですね。この問いの十番っていうのは、もう問題見なくても、何が問われてる、問われているのかっていうのがすぐにね。 推測することができたかと思われますけれども。まあ、この。問いの十以前のところでは、基本的に実際減価計算制度の枠内において。補助部門費の配布っていうのを、どういうふうにすれば、理論的に望ましいのかっていうのを議論してきたんですけども。この問いの十番っていうのは、これはまあ、標準減価計算制度の採用っていうのを推奨しているんですね。まあ、それなぜかというと。 この実際減価計算制度において、補助部門費の配布っていうところを行っていくと、どういう問題があったのかを思い出していただくと。補助部門における溶液提供活動の能率の量費の影響っていうのが、配布額の中に混入するわけですよね。まあ、製造部門では管理することのできない補助部門における溶液提供活動の能率の量費の影響。ここは能率の量費っていうね、まあ、その表現が取れていれば、まあ、丸がつくと思ってください。 ただ意外とこのまあ補助部門費の、ね、配布に関するまあ責任会計上の議論というところはもう土典型の論点で当連とかでも出しているところではあるんですけども意外とここはですねいいに書ける方ってううのはそう多くないですね何かしらその重要なキーワードが抜けているとかあるいはその言葉の使い方が間違えているとかですねそういったまあミスがね起こるところでもあるので。 まあ自分が思ってるほど意外と点数は来ない可能性っていうのがありますね。はい、こちらはちゃんとね答連とかを、えー、自分で書いてで提出して採点とかをねしてもらってる方の方が圧倒的に有利な問題だったと見ることができます。で今度問題2の方見ていきますと問題2番ですね。 まあ標準原価計算の問題でこちらは本当に簡単な問題になりますけれども,もうテキストの説明レベルの問題ですねでもう計算については各自で見ておいていただければよろしいかと思いますのでちょっと理論について確認しておくと問いの3番がこれが案外間違えてる方が多いと思います原価標準に正常減損費及び正常損失費を含める方法と含めない方法があると で、正常減損費及び正常損じを含める方法のメリットを簡潔に説明しなさいってことで、で、私、ここ、まあ、あのー、山手のね、予想会のところでも言っているんですけども、まあ、講義の中でももちろん言っているんですけども、こちらね、原価標準に正常減損費及び正常損じを含める方法と含めない方法って言ったときに、この、含める方法を第一歩 含めない方法を第2法とかっていう風に読み替えてしまう方が一定数いらっしゃるんですよ。一定数というかかなりいらっしゃいますね、これはね。この標準原価カードの作り方ありますよね。この正常な子孫や減損が生じる場合の標準原価カードの作り方の話で第1法第2法っていうね2つの作り方があるわけですよね。物量標準の中に正常子孫の余裕分っていうのを加味する方法と 正常子孫時期っていうところを別立て計上する方法まあ、度外症に対応する方法と非度外症に対応する方法っていうのがあるわけですけど、それについてここは通ってるわけじゃないんですよ。標準原価カードの作成方法について、比較をさせている問題ではないんですね。これは正常減損や子孫っていうのを含めないっていうのは、これ理想標準のことです。理想標準。で含めるっていうのはこれ現実的標準のことですね。 この問いの3番っていうのはこれは標準原価のの度っててていいうのがテーマとして問われているんですね理想標準に比べて現実的標準っていうのを、まあ、標準原価として採用すればどういったメリットがあるのかを簡潔に説明しなさいという問題なんです。決して第一法と第二法を比較して第一法のメリットを答えなさいという問題ではないんですね。ここは相当勘違いされている方も多いところなので。 意外と間違えてる方は多いと思います。で次の問いの4番の括弧1の方はこちらはね典型論点ってわけではないですけども、まあ、少し考えればわかる内容かなと。括、ま、弧、あ、1の1番ですね。 まあこれまあ原価債の処理について問われているわけですが外部報告目的にとって適切な原価は実際原価であるという考え方に基づく場合どういったふうに原価債っていうのを処理するのが望ましいのかっていうのを答えるわけですけども、まあ、外部報告目的にとって実際原価が望ましいっていうふうにまあ考えているまあ適切な原価は実際原価であるっていうふうに考えるならば標準原価で棚卸資産や売上原価の金額っていうのを算定した後に この出てきた原価債っていうのを売上原価と期末の棚卸資産に配布をしてあげてちゃんとそれらの金額っていうのを実際原価に修正かけてあげるっていうのが、まあ、望ましい原価債の処理方法ってことになりますよねだから売上原価と期末の棚卸資産に対してこの原価債っていうのを配布するのが適切な処理方法であるとその旨、ね、書いていただければ正解ですで今度の二番 標準原価が、えー、適切に設定されているならば、原価債は無駄や損失であり、製品原価性を有しないという考え方に基づく場合っていうことで、まあ、今度これ、原価性を有しないという話になってきますので、これはもうそのままね、原価債そのものを、もう収益にね、直接対応させるような形で処理してあげるのが望ましいと。もう期間費用として処理してしまうのが望ましいですよと。はい。 もう製品の原価性を有しないわけですからね製品に対して追加配布するっていうのは NG ですからもう期間費用として処理するのが望ましいんだと。はい、で次の括弧2番についてはこれも基準の穴埋めっていうことになりましてこれをもう直近で担当を受けられている方にとっては非常に平易な問題だったと思うんですけども、まあ、担当式試験を受けてね期間経ってる方にとっては少しねもしかしたら忘れてる箇所もあるかもしれないです。 ただ、まあ、この原価計算基準の47番っていうところはもう計算ともね直結する部分になってきますので、まあ、ここはもうね丸暗記できてるぐらいじゃないといけないのかなとも思いますから、まあ、かなりねこの3箇所ですね全てちゃんと回答してくる方が多いようには思いますねはいよろしいですかねで今度第2問問題1見ていきたいと思いますけども第2問問題1ですね で第2問問題1設備投資の経済性計算で,でこの問題まずこの冒頭の試写誤入の指示が非常に分かりづらいですね。計算過程で波数が生じる場合計算途中で試写誤入せず各年度ごとに最終数値の小数点第1を試写誤入することっていうことでこの年度ごとに最終数値の小数点第1を試写誤入するっていうのがあまり解き慣れていないのかなと。普通ね その割引計算とかをするときに将来キャッシュフローの割引現在価値合計のタイミングでそのタイミングで下購入するっていうのが通常の問題になりますけどもこの問題は各年度のキャッシュフロー割引いた段階で下購入をしていかなければいけないので、まあ、ちょっと面倒くさい問題と見ることができますね。まあこの読み取りがねなかなか難しいというかね判断に悩むところですよね。 ここはもしかしたら、まあ、ちょっと分かりませんけどもあの別回も出てくる可能性がありますね。はいまあ、というのもねこれ計算途中では飛車誤入せずっていうふうに言ってるわけですけどもこれまあ計算途中っていうのがどのタイミングのことを指しているのかっていうのもよく分からないですからね。そ、まあ、そもそも各年度のキャッシュフローを まあその割り引いた段階で下五誤入するっていうのもそれまあ計算途中で下五誤入してることになりますからねちょっとまあ文章が矛盾してる部分もあるんですよねこの指示ってねだからまあどういうふうな判断に基づいて計算するかによってまあ微妙にその数値がずれてくるので下五誤入の影響でねまあここはもしかしたら回答別回っていうのが出てくる可能性はゼロではないですねはいで あととちょっとややこしい指示でこの中のの4番ですねこの法人税に関する指示で法人税率40%で減価償却費×法人税率にかかるキャッシュフロー相当額が考慮されているものとするとこれが、まあ、あまり普段見ない見慣れない指示だと思いますねこれはね減価償却費×法人税率にかかるキャッシュフロー相当額が考慮されていると。 まあ要は減価償却による節税効果っていうのがこの法人税にかかる支出っていうところに加味されてるっていうことを言っているわけですけれどもまあ要は当たり前のことを言ってるだけなんですよ。減価消却ががあることによよって法人税が安くなりますよ、ね、でその法人税が安くなったっていうのがそれが実際に反映されてますよっていうのを言ってるだけなので。 まあ皆さんは別にこんな指示気にせずに普段通りここの法人税にかかる支出っていうのを求めてあげてまあ数値を埋めてあげればよかったんだとそう思ってください。まあ、今回ですとこの1613から750と250っていう現金支出費を控除してさらに減価償却費これ年間330ですね330。330を控除してまあ営業利益まあ税引き前利益っていうのを計算してあげて。 それに40%を掛け算した値がこの113.2っていう、まあ、法人税にかかる支出ってことになりますので、まあ、こいつを求めてあげてこの1613750250、まあ、この113.2っていうのをすべて考慮した上で499.8っていうこの平成30年度のキャッシュフローを求めてください、まあ、平成31年度32年度も同じですねこのの法人税の金額を求めてあげて、あげ 税引き後のキャッシュフローってていいいうのを求めてあげればいいですねここのまあ数値を合わせること自体はそんなに難しくはないですここの指示さえですね何か深く考えない限りはねもう気にせずに進めていっていただいた方が良かったとで他の問題についてもそうですね この代替案1位についてもそうですし同じようにですねこの法人税にかかる支出を求めて税引き後キャッシュフローを求めてください他の代替案2番とか代替案3番も同じですもう同じ作業を何回もさせるだけですねこれはねだからまあ本当に欲を言えばこの税引き後のキャッシュフローっていうのは何とか合わせてほしいところではありますね であとまあ、ワックっていうのも、この代替案1においてはですね、計算にあたって必要になってくるわけですけども、まあ、ワックの計算で、この、まあ、資本構成、および、まあ、その、具体的な配当金とか利息っていうのが与えられていますんで、これ、まあ、パーセンテージに直してあげればいいですね。で、支払い利息はちゃんと税引き後に直してあげなければいけないので、この110万に1-40%掛け算してあげて、66というのを求めてください。で、それをまあ、1000万で、 1,100万円で割り算すれば6.6%っていうのが求まりますので、まあ、これを使ってワックを求めてあげれば、まあ、これ資本構成が1対1ですんで、まあ、それぞれ二分の一を掛け算して合算すれば6%ですねワックは6%だと。でこれでまあ割引計算をしてあげればいいですね。 であととははもううのの指示さええ間違えなければ説問1っていうのは回答すすることができますね代替、まあ、案1のキャッシュフローの賞味現在価値の合計額を回答しなさいということで、まあ、この毎期の税引き後のキャッシュフローっていうのをまあ見,積も、えー、見積もりましたんで、まあ、これをこの6%で割引計算して、えー、合算してあげて投資額を控除すれば NPV 求めることができますね。 下誤入の指示にだけ気をつけてもらって各年度で割引計算して1回下誤入するんだと平成30年度のキャッシュフローこれ1年割引いたら下誤入でこれ平成31年度のキャッシュフローについても2年割引いたら下誤入平成32年度のキャッシュフローについても3年割引いたら1回下誤入してそれらを全部合算してあげてから投資額を控除すれば NPV が求まりますで今度この 1> 問1の2番に関しても当初案に対して代替案1のキャッシュローの賞味現在価値の合計はいくら変動するかということで、まあ、当初案の NPV 求めてこれ代替案1の NPV との差額を取ってあげれば回答することができますで当初案の NPV に関してももう容量は一緒ですねこの税引き後の毎期のキャッシュローを求めて毎期のキャッシュローごとにですね割引計算して1回下購入してからそれらを合算して投資額を控除すれば NPV を求めることができますよろしいですかねで今度設問2番ですね平成29年度末時点を基準として代替案1を検討した場合この設備投資に係る事業を継続すべきか有給設備とすべきか継続または有給のいずれかを選択しなさいっていうことでこれはもう感覚でもなんとかね回答できるのかなと思うんですけどもこれも1回投資は終わってるんですよね 設備投資っていうのは終わっててしまっっるんでで、すよ。で終わった後にこれはまあ継続すべきなのかあるいはまあ有給設備にすべきなのかっていうのを検討してるわけですけどまあ普通に考えたらまあこれ継続する方がいいわけですよね。まあ、普通に考えたらっていう表現もおかしいかもしれないですけどまあ一般的な感覚で選んでもらってもですね一回もう投資は終わってるわけですから、まあ、継続した方がいいだろうっていう感覚がまあ通常ありますよね。 でこの「括弧2番」ではその意思決定の根拠について説明しなさいっていうことでまあ根拠としてはまさにね今言ったこの投資額っていううのがもうねね埋埋没没価価なんですよ、ね、埋没この継続しようがあるいは設備を有給化しようがですね投資額っていうのはもうすでに発生してしまっていますんでこの投資の金額っていうのをまあ度外視してみた時にですね これ継続していけば追加的なキャッシュっていうのを獲得することができるわけですよね。有給化させずに継続していけば追加的なキャッシュを獲得できるんだと。だからまあ継続すべきであるというのをまあもう少し理論的に書いていただければいいと。 カッコ3番は具体的にこの継続または有給の意思決定に関連し意思決定によって金額に相違が生じるキャッシュウローの賞味・現在価値の合計金額示しなさいとでなお以降がねちゃんと計算に反映できるかどうかなんですが、まあ、有給設備とした場合も減価償却費は計上し続けるものとするとまあ要はこれ有給化しようが継続して使用しようが減価償却はどちらも同じ金額が生じて まあそれに伴うねタックスシールドっていうのも同じ金額生じることになりますんでこの継続すべきなのかあるいは有給化すべきかの有給化すべきなのかっていうのを比較するときにですね減価償却による節税効果っていうのを別に加味する必要性はないんだということですだからまあこの説問2の括弧3番に関しましては 具体的な計算としてはですねここに着目してあげればいいんですよここ税引き前のキャッシュフローっていうのを求めてください税引き前キャッシュフローですね1762から1189と210っていうのをマイナスしてあげれば363ですね363でこれが税引き前のキャッシュフローで これに1-40%っていうのを掛け算して毎期その値っていうのを求めてあげればいいんですでそれの割引現在価値合計っていうのがまさにこれ継続する時の、まあ、プラスの、まあ、NPV ですね継続案を採用する時のプラスの NPV っていうのが求まりますねはいまあ要は税引き後のキャッシュローの計算を思い出してもらうと まあ、税前キャッシュフローに1-40%っていうのを乗じるわけですよね。でこれに減価償却による節税効果ですね。けると、まあ、これを加算するわけですよね。これでまあ税引き後のキャッシュフローが求まるわけですけど今これ。 継続案を採用するのか有給案を採用するのかによってこの DEP×40% の部分っていうのは同じ金額生じるわけですよ両案でねだからまあ意思決定に関係しないんですよねまあもちろん含めてもいいんですよ継続案の NPV を求める際にこれを含めて計算してもらってでまた有給案の NPV を求める際にも ちゃんとこのデップかける40%タックシールドの部分っていうのをキャッシュインフローとして捉えてですね、NPV 求めてあげてもそれでも構わないんですが、ただどっちでも金額が一緒なわけですから、特に加味する必要性はないですね。はい。だから結局この税前キャッシュに1-40%引くを掛け算したもの、これがまあまさにね、この有給案と継続案の差額キャッシュフローになるんですよ、これが。 これを差額キャッシュフローと捉えて割引計算してあげて NPV 求めてあげればいいですね。これが一番簡単な解き方だと思います。で、今度。問いの2番の方を見ていきたいと思いますけど。まあ大体案1から3のうちですね。 これ投資の経済性の観点から A 社にとって最も有利な代替案を選びなさいっていうことでこれね特に次の設問2番とも関わりますけども割引計算とか、えー、あるいはこの収支の合計っていうのを求める必要性が全くないんですね。これ代替案1だろうが代替案2だろうが代替案3だろうが毎期のキャッシュフローっていうのが同じなんですよ。 毎期の税引き後のキャッシュフローっていうのが各案ですね。すべて同じなんですね。代替案1は349.8。代替案2っていうのは379.8ですね。計算してもらうと。で、代替案3っていうのは409.8になりますので、で、これが3年間続くっていうだけの話で、で、この場合特に割引計算とかですね、あるいはキャッシュフローの合計なんか求めなくても、 単年度のキャッシュフローに着目してあげればどの投資案を採用すべきなのかっていうのは一発で判断できるじゃないですか特に投資額とか関係ないですよねどの案も投資額は同じ将来のキャッシュフローが一定というのも共通ただその一定額生じる値が違うだけなんですでこの場合その毎期いくらのキャッシュフローが生じるのかっていうそこにのみ着目してあげれば どの案を採用すべきなのかっていうのを判断することができますよね。まあそれがこの設問一でもあり設問二でもありますね。選択肢の中からですね、どのキャッシュフローに着目すれば一番簡単に設備投資の意思決定を正しく行うことができるのかっていうのが問われているわけですけども、まあこれはいい問題だと思いますけど、これまあ一番と 3番は収支の合計額合計金額キャッシュフローの合計に着目しなさいって言ってるわけですがさっき言った通りキャッシュフローの合計に着目する必要性はないわけですよね結局毎期のキャッシュフローが同じなわけですからね3年間に着目しようが1年分のキャッシュフローに着目しようが結局はですね1年のキャッシュフローが大きい案の方が3年分のキャッシュフローっていうのも当然大きくなるわけですからね。 特に合計値に注意を払う必要性はないですね。でまたこちらも一緒2番と4番賞味現在価値の合計金額って言ってますけどこれ毎期のキャッシュローが一定額生じるっていうのが各案共通事項ですから特に割引計算っていうのをする必要性がないんですよ。割引による影響っていうのが変わらないんですよね。 ある案はキャッシュが前の方に固まっていてある案はキャッシュは後ろの方に分布しているとかそういう投資案同士を比べるならば当然割引計算っていうのは必要ですよ。キャッシュの発生タイミングは違うわけですからね。でも今回のケースだと毎期のキャッシュフローが一定であるっていうのはどの案も共通事項になりますんで特に割引計算をしてもですね割引計算をしなくても各案ごとの 関係っていうところは変わりはありませんので賞味現在価値に着目する必要性はないんだとだから5番っていうのが正解ですね単年度のキャッシュフローの代償を比較すればどの案が有利なのかっていうのを判断することができるとそこで最終的に各案の税備後のキャッシュフローを答えなさいというのが3番ですねはいよろしいですかね まあ、振り返ってみるとね、こういうのは意外とできたなとかっていうふうに思うかもしれないんですけども、まあ、解いてるときにはそんな実感湧きませんからね。なかなか実践の中ではね、この問題解答していくっていうのは相当辛いかなという問題でした。で、今度問題2番ですね。こちらはまあ内部振り替え科学及び移転科学っていうのが問われているわけですけども、まず問いの1番。 内部振替価格に関して、これどういうふうに設定するのかっていうと、こちら、冒頭に指示がありますね。両事業部を合わせた予算 PL から得られる営業利益を各事業部の予算の総減価、この割合で安分するように内部振替価格を設定しなさいっていうことで、これまあ PL 見ていただいたときに、製造事業部と販売事業部っていうふうに PL が分かれていますね。まあ、PL が分かれているというか、まあこちらですね。 売上げ原価の部分っていうのはこれは製造事業部の責任で販売費とか一般管理費っていうのはこれは販売事業部の責任とで予算損益計算書っていうのはまずこちら完成させると、まあ、一番上生産量はアスタリスクになっていますがこれ中の1番見ていただくと冬期末に販売価格債は生じていないって言っているので予算と実績で販売価格は一緒なんです。 で実績情報を見てあげると売上と販売数量が分かっているんで販売価格単価1万円っていうのが計算できますからこれが予算の販売価格でもありますんで3,000万割ることの1万円で3,000個っていうのを計算することができますね。でここでつまずくともうね回答することができないのでここはなんとかね、あのー、3,000個っていうのは求めていただきたかったかなとは思いますね。 製造事業部で生じるこの製造原価変動費900万固定費900万合計1,800万を3,000個で割り算すれば1個当たり6,000円、まあ、製造原価1個当たり、まあ、6,000円ですよとでこれにまあマークアップするわけですよねで具体的にはこれ両事業部のまあ合算した営業利益っていうのはこれ予算 PL で600万っていうのがまあ上から順番にね 引き算していっていただければ600万っていうのが営業利益求まりますんでこれを総原価の比で安分するすなわち総原価1800万と600万なんでこれまあ3対1の割合ですね三対一。6 0 0万のうち4分の3っていうのが製造事業部におけるまあ利益になっていくで残り4分の1が販売事業部の利益になっていくと、まあ、そうなるように内部振り替え価格を設定しなければいけないので600万 かけることの四分の三っていうのをしてあげれば。四百五十万っていうのが求まりますね。四百五十万。製造事業部の。営業利益が四百五十万になるようにするためには。一個あたりにいくらのマークアップを伏せばいいのかっていうと。四百五十万割ることの三千個で。一個あたり千五百円の儲けが出るようにしなければいけないと。したがって。この。 6,000円っていう全部原価に1,500円っていうのをマークアップしてあげて合計7,500円っていうのがこれが内部振替価格ということになりますね内部振替価格まあなんとかねここは正解してほしいところではありますね時間かければできるはずですからねで今度問いの2番ですね Z 社において製品単位あたりで製造原価を配布していることによって生じる原価債の名称を回答しなさいっていうことでこれなかなかちょっと表現がわかりづらいですよね製品単位あたりで製造原価を配布していることによって生じる原価債とここでちょっとパニックになった方もいるんじゃないかなと思いますけどまあこれは創業土債のことを表してますね 製品単位あたりで製造原価を配布することで生じる際っていうとこれはまさに創業土ですよまあ固定費から生じる際ってことですよこれはね固定費から生じる際変動費っていうのはもともと製品単位あたりで発生するものですから固定費に関しては製品単位あたりに直してあげてあたかも変動費であるかのように犠牲をするわけですよね。 でその犠牲することによって結果的に生じることになる債っていうのはこれ創業度債ってことになりますね。基準創業度と実際創業度がずれることによって結果的にですね創業度債っていうのが生じることになるんだと。ちょっと判断が難しいかもしれないんですがまあなんとなくここはただ空気を読めばね創業度債かなっていうのは分からなくはないのかなと思います。で創業度債の金額計算は簡単ですね特に問題ないかと思います。 で、問いの3番ですね。問いの2の原価債が生じた原因について、K トップは外部要因としては当初想定していなかった市況の悪化が影響していると考えてはいるものの、製造事業部及び販売事業部に対するヒアリング調査を踏まえた結果、製造事業部で生じた原価債を各事業部の予算総原価の比で各事業部に配分することにしたんだと。まあ、当該原価債を配分した後の製品 A に関する各事業部の営業利益を計算しなさいってことで、 これはもう実際にね、この計算問題やられたことある方は何をさせたいのかっていうね、そこの理論的な背景まで覚えられてる方多いんじゃないかと思いますけども。要はこの創業土彩っていうのはなぜ生じたのかと。予定の生産販売量が3000個で、実際は2400個であるっていうこの600個のズレがまさに創業土彩なわけですけど、これは必ずしも製造部門に責任があるわけではないですよね。 製造部門における製造活動っていうのは、これは販売部門における販売活動の影響を受けますからね。販売努力が足りなかったり、あるいはそういった市場でのね、需要っていうのが下がってしまって、販売数量が落ち込んでしまったら、まあ当初のね、想定よりも当然、製造部門においても製品製造っていうのは少なくなっていきますから。まあ生産量っていうのは販売量に紐づいてますからね。 で、これまでのようにですね、この900万っていう固定製造原価を製造部門における、まあ、この900万すべてっていうのを製造部門における責任原価にしていくっていうのは、これは業績評価の観点から問題があるだろうって話なんです。これ900万の中には創業土債が含まれてるわけですよね。この900万の中には一部創業土債が含まれてるわけですよ。その創業土債部分っていうのを 営業部門に対しても販売部門に対しても負担させていきましょうという話ですこれおそらく回答するときに間違いがね想定されるのは、まあ、内部振替価格にこの生産量2400個掛け算して製造部門の売上高求めてそこから変動製造原価720万とこの900万を控除してから 創業土台の安分額っていうのをさらに控除するっていう間違いがおそらく出てくるかなと。この九百万すべてっていうのを結局製造部門の責任減価にして営業利益の計算っていうのをやってしまうっていうミスが考えられます。これは急いでるとそういうミスが起こるかと思いますね。で、さっきも言った通りこの九百万の一部、これ創業土台含まれてるわけですけど、その一部っていうのは。 これは販売部門が責任を負うべきものになってきますんで900万全額を製造部門が責任を負うわけではないんですねだからできれば回答のやり方としてこれ1個あたりの利益が1500円っていうふうに先ほど求めましたよねこれに2400個っていうのを掛け算してそっから製造部門が負担する創業土債の金額っていうのを控除してあげるっていうのが一番間違いが起こらない計算方法かなと 1> 1, 円 2, 個、そこから製造部門の責任となる創業土債の金額っていうのをマイナスしてあげれば正解にたどり着くことができますね、まあ、そういった計算をやっていただくのが良かったかなと、まあ、これが問いの3番ですねで問いの4番は先ほど言ったような話を書いていただければいいですね まあ生産量っていうのは販売量に紐づいているんで生産量が予定よりも少なくなったことによって創業土壌が出たというのはこれは製造部門の、えー、責任に全てなるわけではないんだと販売部門にもその責任の一端っていうのはありますよと。で問いの5番はこれ移転価の話ですねで。あまりここはね計算の論点としては解きないでいる方ってほとんどいらっしゃらないかとは思いますので。 あの冒頭のね全体公表でもお話しさせていただいた通りまあ移転価格についてはできていなくても特に問題ないかなとただまあ落ち着いて時間かけていただければですね、まあ、回答することもできたのかなという問題です特に計算自体は難しくないですねちょっと関税の取り扱いとかっていうのが分かりづらいかもしれないんですが、まあ、関税を損金参入するっていうところにさえ注意を払っていただければ、まあ、正解にたどり着くことができるはずですね まあここはもう落ち着いてやっていただければ正解できるところなのでまたまあ解説とかを見ながらですね復習される方はあのやっていただければいいかなと思います。はい、まあ簡単ではあるんですけども、まあ、以上がね今回の試験の解説ということになりましてまああの現時点でですねまあこれまあ合格発表前にご覧になられている方が多いかなとは思いますけども まあ今の段階でかなりねご自身の出来について不安を覚えている方もいることかとは思いますけれどもまああのこの合格発表までの期間っていうのは非常にまあ重要な期間なのかなとまあこれから先受かったらですねまたあの新たな環境の中でそのかなりエネルギーを使いますしでまた仮にまあ落ちてしまっている場合でもですねまたこれまでとはまた違ったね生活環境っていうのが待っていますので。 まあどちらに転んでもですね、その11月のその合格発表日以降っていうところは、まあその今のね、この合格発表を待ってるタイミングに比べてみると生活環境は全然違ってきますので、まあ、12月以降っていうところではかなりエネルギーを必要とするね、まあそういう生活が待ってると思われますので、今のうちにね、充電しておかなければいけないかとは思いますから、 まあ、あの本試験のね出来が芳しくなくていまいちねその心が晴れない中ね過ごしている方もいるかと思いますけどももうここはもう終わったものだと割り切ってしまってですねなるべくその今の時間っていうのをね無意に過ごさないようにしていただければなというふうには思いますね。はいまあ、それではですね管理会計論の、えー、公表と解説の方を終わりにさせていただきたいと思いますので、えー、皆さんお疲れ様でした。